There you go. あぶねえ。まだ撮ってなかったですよこれ。うわあ。めっちゃ分かりにくいっす。色も色やからね。めっちゃへこんでるんすけどね。どう。いくらにそう。ねえ、違うっすもんね。ゆっくり撮ろう。ドアは大丈夫ですね。クォーターだけですよね。ギリ。そうですね。ホイールを中古で一回探していいと。はい。多分でもなんか。わかるかなこの凄さ。手のひら当てたわかるかな。わからんか。いやでも多分プロの人だったらわかると思いますね、この凄さ。とんでもなくへこんでます。今から板金でいきます。あ、可動がもうないですね、うん、下の方に。これ中まで中を行ってるからみんなも多分映りか映るか分からんけど。ああ、ほんまや。いや、これは映しますよ、維持で。もうインナー行ってます。これぐらいなってやりましたよね。こんなやりました。はい、範囲が広かったです。前はドアまで行ってました。インナーもやったんですよ。まあこんだけ取りゃ皆さん分かってくれるでしょう。これ屋根もそうですか。そうですね、屋根も拾ってあげます。はい、屋根の方が大変かも。いや、それこれです、屋根。屋根と、はい、この方ですね。じゃあお願いします。止まってるんですよ。はいはいはい。綺麗ですね、このプレート綺麗に取らなあかんから。スカッフプレート。すぐ曲がるんですよ、これ。
チャンネル始まるよ。でしょうね、うん、さすがにね、ここまで行ったら、うん、電気でもその電気も
げえ。ちょっと出てきた。結構いってるじゃないですか。こういう時って広範囲の時って どっから引っ張ろうってなるんですか。なんか一番低いとこからとか。いやじゃなくて、このまず要するに骨格やから、はい、まず歪んでるラインを出すんですよ。もう面はもう無視。あ、はい、だからこれやったら多分ここ入ってるんで、はい、まず今さっき最初のこの1番2枚の方とかあって、はい、次この2番がこれですよね、はい、ライン、足のライン。次3番がこれですよね。でこれとこれがそこそこ出てくると、はい、勝手に今出てきてるでしょ、はいはいはい、でもうちょっとこうきれいにラインをきれいに出してやって、もうこの面はボコボコであろうがへっこんであろうが関係ないの。とりあえず無視って言いますか。叩いてしまいなの、はい、ラインだけきちっと出してやれば後でほんまに苦労するの。まずはラインから、ま、ラインから。なるほど。ラインも1番2番3番ってそのバシバシの緩いね、うんうん、まず一番メインになる硬いライン、まあ、そいつを決めてやれへんかったらもう何もやったって石なんで。順番間違えたらえらいことですよね。僕はどっちかというと面を無視するタイプなんですよ。ラインを競争だけ。面はもうパテでドライヤーになるんで。あ、なるほど。でこれは出しすぎとか出し出てないとかになると後で大変なんで。前のミラーイース状態になる。そうそうそう。なるほど。だからこのラインだけはちょっとこだわりつつそこそこ出してやらんかったなとかして。でももうそこは出てません。
出てるみたいですよ。あ、ほんまや。今日発売日さ、うん、買いに行かなか。何冊かなんか買ってきたみたいな。でいけそうなぐらいまで見えるよね。すごいな。なんで？なんでなの？いやいや僕で。そう。カメラ来たからショートで。ショートはバッチリ押されてるんで、それを見たらいいだけだから。絞れへんからな。
してますわ。はい、お疲れ様です。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。